そうだな。死ぬまでに世界中の全ての国の女と寝ることだ。それどういう意味だ。どっちだっていいさ、女さえいりゃ島だろうと大陸だろうと関係ねえ。多分さっさとオーストラリアへ帰れ。俺がやる。韓国の女はまだなんでな。くそ、花婆、誰もいねえぞ。くそ、なんて冷たい水なんだ。こんなとこにいたら風邪ひいちまう。早く帰って女のいるベッドで温まりたいぜ。アメリカで経営を学んだ。本当だ。で、帰国してカルバラの近くにホテルを開いた。ようやく黒字になりかけたら、このバカな戦争でお前たちに全てを吹き飛ばされた。そしてフセイン打倒に立ち上がったら、武士は私たちを見捨てた。信じられるか。無線も水もない。オアシスの陣地だ。フセインの親衛隊が大勢いる。ここから27、8キロのところだ。いや、我々には車がない。それより海兵隊を呼んだらどうだ。車を探そう。それで陣地に帰り、ヘリコプターで空から救い出せ。問題ない。違う、あんた救命士だろ。俺はサイダー、サイコーツ。メアリーから話は聞いてたよ。奥の部屋で眠ってる。ああ、分かってる。でもあんたに伝えてくれって言われたよ。彼女ここで少し眠りたいそうだ。父親のことで疲れてる。フランク、俺はここをオアシスと呼んでる。避難所なんだ。外の世界を忘れてあんたもゆっくりしていけばいいんだ。心配ない。メアリーはぐっすり寝てて何もわからない。コーヒーは？この国は気に入ってくれたかな。私がイスラエル B 機のアメリカテレビ局のインタビューなど受ける必要がどこにあるのかね。では番組が客観的である証明としてまず質問を見せてもらおうか。その上で承知するかどうか決めることにしよう。よし、彼とは明後日会うことにしよう。いや、ウォーレスさん、ようこそ。お会いできて光栄だよ。ウォーレスさん、私は神に仕える身ですよ。ジョージか。噂は聞いてるぞ。50キロのブツをたった1日でさばいたって。魔術師だな。よく来てくれた。コロンビアへようこそ。あいつか、勇敢なやつだった。ああ、バカだよ。国外へ逃げたり警察に行くこともできただろう。だがそんなことをしたら女房、子供、友人まで死んでただろうな。奴は死を選んだ。アロンゾは奇跡を起こしたな。ちょっとの間に大金を工面した。ロジャーをやったのか。だから俺は奴とは絶対握手しねえ。人を見下してやがる。何の金だと思う。アロンゾは血の気が多い。先週ベガスでもロシア人の野郎に文句つけられてプッツン切れた。殴り殺したのさ。ところがそのロシア人は大物と分かった。それでアロンゾは連中に100万ドルの借りだ。愛しいエミリー、砂漠の鳩よ。まさかこの俺から飛んで逃げようと思ったのか。貴様、まだ生きていたのか。お前のしつこさにはうんざりだ。こいつはいい。ロサンゼルスの消防士だ。アメリカ人はこの男のために滝のような涙を流してる。捕まえろ。こいつを人質にして金をがっぽりせしめる。二班に分かれろ。片方は港、片方は町の広場。警察より先に見つけるんだ。金を出さなければ殺す。皆さん、おはよう。どう、みんな来てる？全員揃った？よし、ハーキン判事に言われたように陪審長を選ぼうか。手を挙げる人がいなかったら俺がなっても構わない。フランク・ヘレーラだよ。それはデュークさん。俺は海兵隊の総長としてパナマ・グレナダをはじめ世界で戦ってきた男だ。へえ、君は一体誰なんだ。大将、女王がお命を狙われています。裁判長の差し金です。どう出ますか。大将は女王が許しません。お迎えに王があなたをお呼びなのです。いえ、いけません。トマス、どうか。女王が話したいとおっしゃっている。大将、無駄です。何もかもあの神父の作り事だったんです。この場所に救いなどない。あるのは死だけだ。地図に船までの道を書きました。それじゃあ遮光フィルターをリセットしろ。 3.1% まで明るくする。いや、生き返ったよ。そう、なんていうか光のシャワーを浴びてるようでストレス解消になった。いや違う、浮遊療法は全身の力を抜き感覚を無にして真っ暗な中水槽に浮かぶんだ。すると暗闇にぽっかり浮かぶような気分になる。だって暗闇には何も存在しない。つまり真空だ。だから光は違う。人を包み込み一心同体となる。運輸省、財務省、証券取引委員会のトップにつないでくれ。みんな気合を入れろ。電子門がどっかにあるはずだ。見つけろ。ボーマンだ。マクレーン、せっかくファレルを連れてきてくれたが今朝方状況が変わって今はそれどころじゃない。声を下げてくれ。ここはそんな話をするところじゃない。ただし君が関与していれば話は別だ。ハッカーの尋問は国土安全保障省が行ってるから遅らせよう。モリーナ、この子を最初に取り調べてもらえ。僕が払う。500ドル。釣りはいい。娘さんか。ディビジョンにいた時君のお母さんは一番優れたウォッチャーだったよ。あそこで働いてた。10年だ。だが礼も年金もない。クビになってシフトのパワーを禁止された。その後シカゴでスニファーに捕まった。妻へのプレゼントを買ってただけでな。次の日電話で妻の死を知った。自動車事故だが妻は運転しない。
バラスだと。どこでそんな言葉を覚えたんだ。ソウルで見たアメリカの警察ドラマでか。何歳でこっちへ来た。まだ言葉が変だな。11歳か12歳の頃か。帰化はしてるのか。おい、先生を終えてないならまだアメリカ市民にはなってない。先生して初めてなれるんだ。でもこうなった以上もう明日の式典には出られないぞ。お前はここで死ぬか殺人で捕まるかだ。親はさぞかし喜ぶだろう。それは喜ばしい。ところでじゃあお司令官、噂は本当か。で息子は。では祈るがいい。息子がそなたより先にアバターを見つけてしまわぬようにな。英雄として帰国すれば息子はそなたの上官だ。なぜアバターを取り逃がした。では息子が兵士たちの噂する青い精霊だというのか。ありがとうママ。眠れたのはいつ以来だ。よく寝ろ。寝る子は育つだ。俺は子供の頃、一日の半分は寝てた。ぐっすり眠ることで次に備えて準備ができるんだ。息子だ。お前のいとこ死んだ。そうだ。誰一人生きてない。息を吸って、では吐いて。心を無にして頭の中を空っぽに。自分の本質が見えてくるはず。両親が生まれる前の自分の顔、呼び方は様々。下脱、検証、私服、神聖、啓蒙、ここではブルーパールと呼びましょう。